今日はですね、日経平均2216円安、アメリカ景気懸念、円高、外国人売りに、どう対応というところから、今日はですね、お話しさせていただきたいと思います。まあ、ご存知のように8月2日、日経平均はですね、2216円安というふうになりました。これは歴代、2番目のですね、下落幅というふうになっています。一時はですね、引け際、2246円安までありましたけれど、最後は2216円安というふうに終わっています。これ、下落率で見ればですね、まあ、大したことないという方もいらっしゃるんですが、下落幅、これ私もですね、昭和63年に証券会社に入社したんですが、その前年ですかね、ブラックマンデー、まあ、これが過去最大の下げ幅になってるんですが、それに次ぐというものだったので、私もここまでの経験上はなかったということになります。本当に、まあ、この週末の金曜日の下げはですね、ちょっと想像に絶するような下げだったというふうに思います。まあ、一番の要因としましては、日銀の金利の引き上げ、あとは、まあ、アメリカの、まあ、雇用統計だったりというところもあったんだと思いますが、それにしてもですね、ちょっと下げきついなというところに来ています。これ需給面の背景を見てもですね、これ外国人の存在が大きくなっています。6月の第4週から、7月の第2週までは、これ日経平均が大幅に上昇した局面がありました。この時は、外国人投資家、現物と先物を合算して2兆4513億円買い入れていました。一点、外国人投資家が、売り越しに転じた、7月、第3週から第4週ですね。まあ、ここはですね、日経平均が大幅に下落しています。これ、7月の第3週は外国人投資家8122億円。第4週に至っては1兆5669億円の売り越しというふうになりまして、まあ、これがですね、日経平均の大きな下げの要因になっていると思います。まあ、先週もですね、日経平均が大幅に下落しています。その裏でですね、やはりこの外国人投資家の売りというふうなものが凄まじい玉になっているんじゃないかなというふうに思います。あと今日日本証券新聞さんでは、過去の代表的な短期急落局面のものを今日出されています。まずそれを見ていくと、2011年ですね、これ東日本大震災があった時の下落、これ下落がだいたい16営業日で 20.7% 下落。あと2013年、これバーナンギショックというのがありました。高値5月の22日から6月7日、これが12営業日、ここでだいたい 17.6% 下落というふうになっています。2015年、これが人民元の引き下げということがあって、8月17日から9月8日までの16営業日、これ 15.4% 下落というふうになっています。あと、2018年、パウエルショックですね。これが12月3日から12月25日の15営業日、15% 下落というふうになっています。で、最もですね、まあ、下落率が多かったのは、これ2020年。まあ、これはね、皆さんご存知だと思いますが、コロナショックの時ですね。まあ、こちらの時は、まあ、パンデミックという、まあ、今まで初めて経験したことで、これ率が大きくなっています。2020年の2月20日から3月19日、これは 29.4% となって、まあ、営業日もですね、19営業日というふうになっています。これはちょっとね、特集として考えてもいいのかなというふうに思います。で、2024年の7月11日から、まあ、8月2日、まあ、これ今15営業日なんですが、これは日米金融政策で、これ、14.9% 下落というふうになっています。なお、これ週末のニューヨーク市場も大幅に下落していますので、また今日ですね、また大幅安となれば、これ16営業日となっていて、まあ、大体、2011年、2015年ぐらいと同じ日数になるということで、まあ、そろそろですね、一度、この、止まるところもあってもいいんじゃないかなというふうに、個人的には考えています。まあ、紙面ではですね、詳しいことが書いてありますので、そちらをご覧いただければと思います。